さあ今回からスタートしました新番組ミカサッカーナビミカサッカー、番組 MC の森光成瀬です。この番組は広島のサッカー界を応援するため、社会人や学生、ジュニア、キッズなど幅広い分野のサッカーに関する情報をお届けしていきます。コメンテーターご紹介します。広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。始まりましたね、新番組。いや、始まりましたね。待ってました、本当。なんか森光さんはサッカーお詳しいということで、かなりのサッカー通というのを聞いたんですけど。誰から聞いたんですか。じゃあこの辺のちょっと噂でですね、たくさん教えていただきたいです。いやいやいや、こちらこそいろんなことを教えていただきたいな。そんなこと、私が教えられることは何もないんですけれども、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ミカサッカーですから、頑張っていきましょう。はい、そうですね。はい、まあ、今広島のサッカー界というと本当に話題がたくさんありますよね。そうですね。はい、まずはサンフレッチェ広島の女性チーム、はい、レジーナが発足しました。はい、これね、ウィビー9月からなんですけどね、はい、リーグ戦はですね、もう指導して一生懸命練習やっておりますよね。楽しみですよね。華やかになりましたよね。はいはい、そして新サッカースタジアム、はい、2024年完成に向けて計画進んでますね。これがね、今一生懸命私らもやってるんですけれども、まあ、スタジアムができると同時に、実はその年がですね、広島県サッカー協会創立100周年なんです。うわー、すごいメモリアルな。これすごいでしょ。はい、偶然なんですけど、2024年じゃもう、おお、もうすごいですよ。この時はもうお祭り騒ぎですよ、広島町中は。そうですか。はい、うわ、楽しみですね。もう国際試合も計画しますし、まあ、今からいろんな計画立てていくんですけども、楽しみにしてください。はい、サッカー、広島サッカーの年になりますね。そうです。では今回お送りするラインナップをご紹介しましょう。ミカサカップ全広島サッカー選手権大会決勝大会決勝戦のダイジェストをご紹介します。そして情熱イレブン AICC ガル広島レディースアンダー15についてもご紹介、他ご覧のラインナップです。さあ、まず最初は先日4月18日日曜日に広島広域公園第一球技場で行われたミカサカップ全広島サッカー選手権大会決勝大会決勝戦の模様を宗政さんと振り返ります。今年は去年同様、福山シティ FC と SRC 広島の対戦となりました。そうですね、はい、SRC はね、4連覇やってたんですよ。それが去年福山シティに負けてしまいましたんで、今年はぜひ雪辱をしたいなということで頑張ってますね。一方で福山シティ FC はここまでトーナメント戦無失点という状態で来てますね。いや、強いですね。やっぱり去年の天皇杯の地震ですかね。そういったものありますよね。はい、結果はどうなったんでしょうか。映像を見てみましょう。試合は4月18日広島広域公園第一球技場で行われました。この日は冷たい風が強く吹く天候でした。ユニフォームも揺れてますね。白のユニフォームが福山シティ FC、 赤のユニフォームが SRC 広島です。福山シティ FC のスターティングメンバーはご覧のようになっています。注目している選手はいますか。そうですね、新しいメンバーが入ってますね。はい、キーパー の、 小玉選手、はい、それからディフェンダーの中道選手、それからミッドフィルダーの藤井選手ですね。福山出身なんですけれども、なんか噂によれば新幹線で南高校に通ってたと、はい、いうふうにちょっとお聞きしましたけど、本当ですかね。どうでしょうか。続いて SRC 広島のスターティングメンバーがこちらです。これはどうでしょう、メンバーはあまり変わっていないんですかね。これはですね、あまり変わってないんですが、やはり大きいのはミッドフィルダーで大堀選手ですね、はい、28番の、彼が、加入したというのは大きいと思いますね。彼はサンフレッチェユース出身で、まだ若干20歳なんですよ。おー、若い。サンフレッチェユースから海外のサッカーを2年間経験してですね、また帰ってきたということなんです。先制は福山シティでした。前半11分、左サイドの味方のクロスにファーサイドから詰めた2番片平選手が倒れ込みながらゴールを決めます。
すごい形でのシュートになりましたね、これね、7番の選手ですね、あとフリーになったんですね、はい、そして柔らかいボールを入れて、ガラビタ選手がこれうまいシュートなんですよ。これなかなかね、こうヒットしないっていうか、切り損ないをしたりとかですね、はい、ボールが上に上がったりとかですね、するケースなんですけれども、本当うまく流し込んだというシュートですね、技ありの1点だと思います。続く前半15分、福山の14番磯江選手の見事な縦パスから追加点のチャンスを得ますが、ここは SRC の堅い守りに阻まれます。惜しかったですね、裏を取ったんですけれども、キーパーもよく出てきましたですね。さらに前半31分、福山シティの28番藤井敦選手がペナルティーエリア内で倒され PK となります。蹴るのは20番田口俊選手、ここは丁寧に決めて2対0とリードを広げます。落ち着いてましたね。これは落ち着いてね、キーパーの逆っていうんですかね、こう回し込みましたですね。前半37分、追いつきたい SRC は大きな縦パスから2位の匠選手がゴールを狙いに行きますが、ここはブロックされます。早いんですよ、帰ってくるのですね、はい、福山シティの選手が4人で囲んでましたからね、守備がすごいですね。守備も硬いということですね。硬いですね。パス回しから得点のチャンスを伺う SRC ですが、ここでホイッスル、前半戦2対0で福山シティ FC がリードです。まだね、サッカーの場合は、ね、2点というのはね、セーフティーリードじゃないんですよ。また1点取るとですね、流れが変わって逆転するっていうことはよくあるんですよね。だから次の1点はもう大切なとこなんですね、はあ、はい、後半に入っても福山シティ FC は攻撃の手を緩めません。後半7分、縦パスを受けた11番高橋宏樹選手が左サイドからドリブルで切り込んでいき、そのままシュート、これで3対0となりました。これうまいシュートですよね。ペイントで相手をかわしてですね、角度ないとこからこうキーパーの上を越したというね、非常にテクニックのあるシュートだと思うんですよね。これもう3点になりましたから、はい、これでちょっと SRC はがっくりきましたですね。先に点が欲しいところを捉えてしまったと。後半20分、福山の11番高橋宏樹選手からのクロスを途中出場の19番太田大賀選手が見事に決め、追加点を挙げました。これはもう完璧に裏を取られてですね、もう簡単にゴールが割れたというところですね。もう意気消沈しますよね。この時点で4対0、はい、ということですよね。徹底的な4点目だったですね、はい、後半28分、福山シティがゴール前でキーパーへのパスミス、これを逃さず SRC16 番2位の匠選手がゴールへ流し込み1点を返しました。これは2位の選手よく狙ってました、はい、これはいい点だったと思いますね。ただ、福山シティの方はちょっと悔やまれる1点ですよね。これはだから初失点ということですよね。そうです、はい、さあ後半34分です。 SRC が相手ペナルティーエリア近くでフリーキックのチャンスを得ます。蹴るのは28番大堀亮之介選手、ここは福山の堅い守りに阻まれチャンスを生かせませんでした。距離的には良かったんですよ、この距離っていうのはね、はい、ちょうどいい距離なんですよ、あまり近すぎると壁に当たってしまいますし、遠すぎると枠になかなか行かないということで、ちょうど枠に行くいい距離だったんですけど、ちょっと当たりましたですよね。追加点が欲しい SRC、 15番河合優也選手のクロス、こちらは福山シティの児玉選手が阻止します。頑張ってますね、キーパーたくさんセーブしますもんね、はい、セーブしますよね。後半48分、なおも SRC の攻撃が続きます。10番住広翔選手のシュートを、ここも児玉選手がナイスセーブです。よく防ぎましたよ、これ意外性のあるシュートでね、よく弾きました。福山の猛攻に耐えた SRC が反撃に転じようとしたところでホイッスル、ゲーム終了です。4対1で福山シティ FC が勝利、2年連続2度目の優勝を飾りました。いや、福山シティ FC やっぱり強かったですね。いやー、強かったですね。戦前の予想ではね、はい、
拮抗した試合なんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、はい、蓋を開けてみればもう完璧な試合だったですね。本当強かったですね。でもこれだと全国大会に期待ができますよね。いや本当持てますよこれ、この大会は天皇杯の県代表決定戦も兼ねていますので、勝った福山シティ FC は5月23日に島根県代表の松江シティと対戦が決まりました。去年の福山シティ FC は準々決勝まで行ったということで、今年はさらに上を目指して頑張ってほしいですね。そうです、頑張ってほしいです。 CM の後は県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーです。続いては県内のさまざまなサッカーチームをご紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回はハイファーウォーズ2021でも年間最優秀チームに輝いたAICC ガル広島レディースのアンダー15をご紹介します。アンダー15は中学生のチームになりますが、今年1月に行われた全日本女子フットサル選手権大会では3位に入賞するなど輝かしい成績を残していますね。はい、シーガルはですね、県内でも最強チームの一つなんですけれども、最近もめきめき力をつけてきてですね、本当素晴らしいチームになってますね。もうぜひ全国大会でも上位を目指してですね、頑張ってほしいと思いますね。はい、それでは VTR ご覧ください。シーガルは全国大会優勝を目標としています。日頃の練習から楽しく厳しくコミュニケーションを取りながら、お互いの意見を言いながら練習していて、いつでもどんな相手でもチームの良さ、自分たちそれぞれの良さを出せるように、まずは自分から声を出してチームを引っ張っていけるように頑張ります。よくサッカーで 4-4-2 とか、そのシステムっていうのがあるんですけど、そのシステムで有利になるとかではなくて、相手をしっかり見て味方の状況、いろんな状況をしっかり選手が見て判断して勝負にこだわるっていうのがうちのサッカーだと思います。チームの特徴は各ポジションに本当に才能豊かな選手がたくさんいて、得点力が高いっていうのも強みです。背番号10番の宇田村真央です。自分はドリブルが得意なので、日頃の練習からどんな相手でもかわせるように練習しています。目標はシーガルで全国大会優勝することです。背番号6番の柏原渚です。左足で上げるクロスの質が武器なので、キーパーとディフェンスの間を狙って蹴るようにしています。岸田美琴です。自分の武器は力強いシュートが打てることです。常に周りを見て相手の位置とかを確認してプレーしているプレーです。背番号20番大塚蓮です。私の強みはスピードのあるドリブルです。日頃の練習でスペースを見つけて練習に取り組んでいます。背番号23番の上野里奈です。私の強みはスピードなので、1対1の突破や裏への抜け出し、寄せの速さが武器です。サッカーの基礎基本である止める蹴るを重点的に練習しています。背番号は9番で、名前は大木咲です。素早いドリブルでサイドから突破し、そこからクロスボールを上げてチームの得点に貢献することです。背番号21番東方瑠璃です。守備の1対1であまり負けないところです。パス&コントロールの質を高めることと判断を早くしていくところです。背番号13番の沖崎子です。ドリブルで相手をかわしてサイドや裏にボールを配球し、攻撃の起点となることです。3つの全国大会で優勝することです。背番号5番の佐藤千奈美です。粘り強いディフェンスで相手を通させないことです。パス&コントロールがすごく下手なので、
今それを頑張っています。背番号4番今村桃江です。ポストプレーなどで攻撃の起点になることです。パスやコントロールなどの基礎を丁寧にやることを頑張っています。背番号7番土屋美也です。周りを見て点につながるパスを出すことです。日頃の練習から正確なパスを出すことに気をつけています。背番号1番日原ココです。背後に来たボールを処理したりバックとの距離を適切に保つことです。一つ一つのパスの質や最後までボールについていけてない時があるのでちゃんとボールの軌道を見て動くようにしています。VTR で喋っているところを見ると本当に中学生らしい可愛らしい一面がたくさん見えましたよね。中にも出てきましたキャプテンの板村真央選手はアンダー16日本代表候補に選出されたということで今後の活躍とっても楽しみですね。楽しみですね。そして小川監督ともつながりがあるんですよね。はい、うん、そうなんですよ。小川監督、総監督ですね、はい、総監督は私が20年前ぐらいに国体の広島県選抜の監督やってたんですね、はい、その時の選手なんですよ。教え子ってことですか。実はもうその時はもう現役の選手でもバリバリだったんですけど、はい、名古屋グランパスのユース出身ですから、はい、それはもう技術もしっかりしていてですね、大変いい選手だったですね。はい、ただ今はねもう指導者になって今育成の方に力を入れてますんでね、どんどんいい選手を輩出してほしいですね。頑張ってほしいです、はい、そしてこちらの AICC ガル広島レディースでは児童向けのサッカースクールもやっていて現在選手を募集しています。対象は小学1年生から6年生まで、6月30日までは無料体験もできるということです。詳しい内容やお問い合わせはご覧のところまでお問い合わせください。ここまで情熱イレブンのコーナーでした。次です。こちらにあるサッカーボール、今年3年ぶりにフルモデルチェンジしたミカサの新サッカーボールです。全日本大学サッカー連盟の公式試合球としても使われていますが、今回このボールを作っている株式会社ミカサの佐伯社長にお話を伺ってきました。私どもは主に2つの事業部を持っておりまして、1つは皆さんよくご存知のボールスポーツの事業部です。でこちらの方は、バレーボールをはじめ、もちろんサッカー、バスケ、ハンド、フットサル、水球、ビーチバレー、あといろんなですね、空気を入れるボールを作って、販売しております。でボールじゃないもう一つの事業部がございまして、こちらの方が、船舶用のプロペラシャフトをこう包んでいるそのベアリング、こういったものも作っておりまして、こちらの方も船舶業界では一定のシェアを持っておりまして、この2つの事業部でやっております。現在は未来に向けて何かちょっとこう別のことをしたいなということで、スポーツや健康といったキーワードで皆さんの身近にあるようなもの、服とかですね、タオルとかスマホケースとか、こういったものをにちょっと力を入れたりしております。今回広島の試合球にしていただくのはですね、最新のボールでして、特徴を申し上げますと、リバウンドが、強く速くなったということが挙げられます。であと表皮もですね改良しまして、耐久性に富んだ、表皮を使っております。デザインなんですけれども白を基調とした感じにしまして、選手の皆さんが見やすいような配色にしております。やはりスポーツ人口、ちょっとこう日本減ってきているという中で、やはりですね若い方、ちっちゃい方から、小学生中学生、若い方にですねもっともっとサッカー、普及することができたらなと思っております。さあ続いては今年発足した新チームサンフレッチェ広島レジーナについてご紹介します。
去年設立された女子プロサッカーリーグ、ウィーリーグの発足に合わせて誕生したサンフレッチェ広島レジーナ。イタリア語で女王の意味が込められているこのチームには、2011年ドイツワールドカップで優勝した時の主力メンバー、金賀ゆかり選手や福本美穂選手など、女王の名にふさわしいビッグネームが集まりました。そんな中、共に県外で活躍していた2人の広島出身選手も合流。ディフェンダーの佐山桃子選手とミッドフィルダーの西原瑞希選手にお話を聞いてみました。まずは入団が決まった時の気持ちから聞かせてください。はい、まあ、地元のプロチームでプレーができることにすごく嬉しい気持ちでいっぱいと同時に、まあ、やっぱりプロサッカー選手としての自覚だったり責任をしっかり持たないとなっていうふうな気持ちでした。地元でプレーできることはすごく嬉しいことなので、もうそこに関してはすごく嬉しい気持ちでした。周りの反応はどうでしたか？まあ、もともと高校から県外出てたので、中学校の友達とかに本当久しぶりに連絡もらったりとか、まあ、気遣ってもらえてることがすごく嬉しかったです。入団が決まった時の気持ちから聞かせてください。覚悟と責任も感じたんですけど、それ以上に楽しみな気持ちもありました。まあ、特にここ地元なので、なんかすごいもう帰る時もいろんな人からメッセージもらって、すごい頑張らんといけんなっていうふうに感じました。レジーナに入団してから、わあすごいなっていう印象的だった選手って誰ですか？プレーは増谷梨花選手が本当に、まあ、攻撃の面で言ったら、もうボールを受けてからの前を向くターンがもうすごいずば抜けて上手で、紅白戦とかで敵だったら本当に嫌だなって思うし、味方だったらどんなボールでも前向いて受けてくれるので、本当にすごくいつも助かっています。印象に残った選手とか、びっくりしたなっていう選手誰ですか？すごいいっぱいいるんですけど、本当にびっくりしたっていうのは、それ増谷梨花さんとかは本当代表とかでもプレーしてて、なんかやっぱ全然レベルが違うなというか、タッチもそうですし、プレーの質とか迫力とかすごいなってもう見た時に思いました。プレー以外の面で驚いた選手は大内梨央選手なんですけど、あんな不安って感じの子で、すごく可愛らしい子なんですけど、なんか好きな動物がカバらしくて、なんかそのカバの話から、なんかカバとワニの戦ってる動画を2時間見続けたみたいな話を聞いて、そんなことある？で、なんかもうそのなんかあの感じからのカバが好きからのその2時間動画を見続けた結果、なんか引き分けでしたみたいな感じの話をされた時に、もう本当に面白いなって思いました。プレー以外だと大内梨央選手ですね。なんか普通に車が走ってるだけなのに、なんかすごい面白いみたいで、全然わからないんですけど、なんかもう人と違います。チームのスローガンが共感っていうことなんですけど、佐山選手、なんかこれ共感してほしいなっていうこととかってあります？ベーグルの美味しさを皆さんにすごく共感してほしいなっていうふうには本当に思いますし、もうパン屋さんの多さにはすごくびっくりしてるので、そういった部分では共感していただけたらなっていうふうに思います。サラです、なんかこれ共感してほしいな、私のこことか、なんかあります？結構何考えてるかわからないって言われるんですけど、パスとかミスした時に結構ボソッとごめんとか言ってるんですけど、なんか多分伝わってなくて伝えなきゃいけないんですけど、まあ、そういうところちょっともうちょっと周りにしてもらえたらいいなと思います。これから広島県の中にもプロサッカー選手になりたい子どもたちがたくさんいると思うんですけど、そういう子どもたちに向けてこうどういうふうに頑張ってたらいいですか？私は中学校から藤田レディースっていう大人のチーム、大人の方と一緒にプレーさせていただいてて、こうなんていうんですか、きつい言葉っていうか言われたってその時は思ってたんですけど、でも今思った時に、あの言葉はすごく大切だったなとかすごく感じるので、
そういう、まあ、一つ一つ言われる言葉もネガティブに思うんじゃなくてプラスに考えて、まあ、自分のためにやっていくことがすごく大切なんだなって思ってます。自分の良さを見つけるというか、自分の強みは何か、まあ、見つけてそれをすごい伸ばしてきたので、まあ、自分の一番の強みを持ってなんか練習したりしてほしいなっていうふうに思ってます。では最後にこれからの目標を聞かせてください。はい、このチームのために今このチームが作り上げているものを私自身もしっかりとピッチで表現できるように試合に向けていい準備をしていきたいなというふうに思ってます。まずは試合に絡めるようにしていくことが一番で、まあ、もし試合に出れたら、まあ、得点にこだわって、まあ、数字を求めて頑張ってやっていきたいなと思います。プレーしている時とはまた違ったすごく柔らかい表情を見ることができましたね。この佐山選手、佐原選手、まあ、広島ゆかりの選手ですよね、はい、まあ、彼女たちがやっぱり頑張って広島を盛り上げてほしいですよね、うん、でまあ、ゆくゆくはなでしこジャパンにも選ばれてですね、さらに活躍してくれていいんですけどね、はい、はい、楽しみです、はい、続いてはお知らせコーナーです。まずは広島県サッカー協会からキッズ巡回指導のお知らせです。広島県では子どもたちにサッカーの楽しさを伝える巡回指導を継続して行っていて、今年も4月から各地で行っています。サッカーを通して体を動かすことの楽しさ、友達と協力することの大切さなど子どもたちの健全育成を目的としています。巡回指導をご希望の保育園、幼稚園、団体などがありましたら広島県サッカー協会までお申し込みください。この巡回指導というのはどういった取り組みなんですか？これはね、あれなんですよ、広島県サッカー協会だけではなくて、ね、はい、この三笠さんの従業員の方にも、キッズリーダーという資格を取っていただいてですね、はい、一緒になってやっていこうとしてるんです、ね、もうどんどんキッズの選手、まあ、サッカーやってない子どもたちもですね、サッカーをやっていただこうという取り組みですね、はい、続いて、なでしこジャパン国際親善試合についてのお知らせです。6月10日開催、エディオンスタジアム広島でなでしこジャパンの国際親善試合が開催されます。対戦相手はまだ未定ですが、午後3時15分キックオフです。今大会はオリンピック前の強化試合として位置づけられ、女子のトップ選手がひたむきにプレーする姿が間近で見られます。ぜひ会場で応援をお願いいたします。詳しい内容などは決まり次第広島県サッカー協会のホームページでご案内いたしますので、そちらもぜひチェックしてみてください。そろそろお別れの時間が近づいてきました。宗政さん、1回目の番組となりましたけれども、どうでしたでしょう？もう終わりなんですか？そうなんです、あっという間でしたね。いや、早いですね。もう本当バラエティに富んでますね。そうですよね、本当にいろんな番組ないですよ今見たことないです、ね、本当に広島県の、はい、サッカーのいろんな分野の皆さんに出てきてもらいますから、そうですよね、はい、もうどんどんいろんな方に出てきていただきたいですよね、うん、盛り上げていきましょう。はい、分かりました。来月も三笠サッカーでは広島のサッカー情報盛りだくさんでお届けします。ぜひご覧ください。さようならってどうやって終わりますか？どうやって終わりましょうか？なんか違うのがいいですね。なんかポーズとか作ります？ミカサッカーポーズみたいな。ミカサッカーのポーズないんですか？なんかミカサッカーってミカサッカーでは行きましょう、せーの、ミカサッカー、また見てください。はい、 OK です。そんなんでいいんですか？いいじゃないですか。いいですか？